軍内における、リストの位置。リストは、ドイツのシュレースビヒホルシュタイン州、ノルトフリースラント郡にあるラントシャフトジルトというアムドに属する基礎自治体である。この町は、ドイツの最北端にあり、ジルト島というデンマークとの国境に近い北海に、浮かぶ島に位置する。リストの気候。リストは、ドイツ最北端の町であり、エルボーゲン半島の最北端に位置する。なお、 この町にあるドイツ最北端の集落は、干潟の湾に面する軽に飛車不点である。言語学的には、リストは中央ヨーロッパの共通語である、ドイツ語で意思の疎通ができる北限である。なお、南限は 1005km 離れたスイスマッターホルンに位置する基礎自治体ツェルマットである。リストの住民は、移動砂丘やヒース、潮沼といった地形に居住している。これは、 リストラントと呼ばれる景観であるが、二つあったスターフェン広場を区別するために東にあるものを東園、西にあるものを西園と名付け、私有地の共同体を結成した100年前からその名で呼ばれている。南部と東部はドイツで初めて誕生した国立公園であるシュレースビヒホルシュタイン東国立公園に登録されている。この国立公園にはハーリッヒや ヨルトサントなどのデンマーク領時代の遺跡が見られる。リスト港からエレンボーゲン半島まではケーニヒシャフテンという地区で、日型は国立公園の第一保護区のため立ち入りが禁止され、隣のテールン島とともに長州保護区に指定されている。リストは本来2つの農場からなるデンマーク領の町であった。この町はシュレースビヒ行国内にあり、 小さなデンマーク王領の飛び地の一部をなし、その後も長くデンマーク王によって統治されてきた。1864年に勃発した第二次シュレースビヒホルシュタイン戦争を経てプロイ戦領に編入された。1920年には住民投票が行われ、ちょうどリストの北にある島よりも北の地域がデンマークに返還され、国境線が確定した。第一次世界大戦後、 リストはドイツ海軍の拠点へと変貌した。ナチスドイツ時代に多くの建造物が建てられた。1950年代以降、リストの経済は観光産業に重点を置くようになった。海上交通ではデンマーク領のレム島行きのフェリーが就航している。陸上交通ではリストのあるジルト島の主要な町であるベスターラントへと続く一本堂が南へ伸びている。 リストの観光資源は砂丘、原野、そして砂浜である。町役場は CP ハンセンアレー9番地にある。ありがとうございます。